全英オープン選手権はゴルフのメジャー選手権の一つであり、イギリスのゴルフ競技団体 R&A 主催で毎年7月中旬に開催されるゴルフ選手権である。メジャーの中で最も歴史、権威のあるトーナメントで英語での正式名称はザ・オープンチャンピオンシップであり、全英やゴルフという表現は含まれない。イギリスの社交界では競馬ロイヤル・アスコット開催、 テニス、ウィンブルドン選手権、レガッタ、ヘンリー・ロイヤル・レガッタと並び、夏の最高峰のスポーツ祭典として知られている。正式名称ザ・オープン・チャンピオンシップには、他の選手権と区別するための表現が何も含まれていない。これは、つまり、第一回開催時において、他の選手権が存在しなかったことを示すものであり、この選手権の歴史を如実に示している。 1> 第1回は1860年10月17日にプレストウィックで開かれ、ウィリー・パークが優勝した。それ以後は、1871年、1915から1919 19年、1940から1945年の戦争などによる中止を挟みながら、毎年開催する地区を変えて実施している。優勝者には、クラレトロフィーは優勝決定時間を見計らって、 専門の制作者により優勝者の氏名が一つ一つ手作業で刻印され、それが終了次第直ちに表彰式会場に搬送され、優勝者に手渡され、一年間優勝者により保管される。当初はチャンピオンベルトが贈呈されていたが、トムモリスジュニアの3連覇に伴い永久保持となったため、クラレットジャグに変わった。ただし、記念大会では、 レプリカベルトが贈呈される場合がある。また、表彰式では優勝者の紹介は、チャンピオンゴルファー・オブ・ザ・イヤーと呼ばれている。クラレット・ジャグ開催ゴルフ場は、シーサイドリンクスに限るという不分率がある。近年では、セント・アンドルーズ、ロイヤル・リザム・アンド・セント・アンズ、ロイヤル・トゥルーン、ロイヤル、セント・ジョージズ、ロイヤル、バークテール、ミュア・フィールド、ターンベリーの7コースの持ち回りで開催されていた。 ただし、1999年と2007年には、カーヌスティ2006年には、ロイヤル・リバプールで開催されており、これらは今後、開催コースのローテーションに加わると予想される。また、R&A は、最近のメジャーにおける北、アイルランド勢の活躍を考慮し、1951年の開催地である北アイルランドのロイヤルポートラッシュを、 今後の開催地として検討する旨を発表し、2019年に同地での68年ぶりの開催が決定している。また同時に全米プロ選手権が5月に開催時期が移動するため、同年からメジャー最終戦となる。また、1990年以降、5年に1回はゴルフの聖地といわれるセントアンドルーズで開催することが慣例となっている。ただし、2005年に限っては、 本来、翌2006年にセントアンドルーズで開催される予定であったが、ジャックニクラスがこの大会を、自らのメジャー完全引退試合と定めたことから、1年前倒ししてセントアンドルーズで開催された。最大の特徴は、ゴルフの歴史的な原点に立ち返った、人の手を加えない、あるが、ままの自然の状態を残した、リンクスコースにある。フェアウェイと呼ぶのがは、 バカれるほどのアンジュレーションに富んだフェアウェイ、壁面を星レンガで垂直に切り立たせた深いバンカー、フェス球を腰の高さまで伸ばしたあるがままのラフなど、こういったコース特性はすべての開催ゴルフコースで維持されている。普段のツアーで使われるアメリカ的な人の手を加えて作り上げられたゴルフコースとは全く異なる。その他の特徴としては、 気まぐれな気候条件が挙げられる。天候が良い年はジオオープンらしくないとさえ評されるほどである。スコットランド独特の寒くジメジメとした雨の降る天気とリンクスコース特有の海からの湿った強い風とに耐えながら優勝を争わなければならない。これによりゴルファーは低めの弾道の球を打つことを要求されるため、 普段のツアーのように高々と打ち上げ、ピンの近くにボールを止める、というシーンは目にしにくい。こうした特徴から、リンクスコースは、経験が必要とされ、近年では2008年に、当時53歳で過去当たり選手権の優勝者である、グレッグ・ノーマンが3日目終了時点で首位に立ち2009年には、当時59歳で過去当たり選手権を5度制している、トム・ワトソンが、 最終日の最終ホールまで首位を守るなど、他のメジャーよりも、いわゆるベテラン選手と呼ばれる選手たちの活躍が多い。2010年に R&A は、こうした活躍を考慮して、選手権出場の60歳定年制を変更し、歴代優勝者のうち過去5年の当選手権で、上位10位までの選手に、選手権出場資格を与えることを決定した。 トム・ワトソンは2011年以降の当選試験にこの資格で出場し、自身の持つ最年長予選通過記録を64歳まで更新した。近年の傾向としては、セント・アンドルーズが最もスコアが出やすい。ロイヤル・リザムセント・アンズ、ロイヤル・トルーンも優勝スコアが10アンダーを超える。反面、ロイヤル・セント・ジョージーズ、ロイヤル・バークデール、カーヌスティはスコアが出にくい。 1999年のカールスティーのポール・ローリーの6オーバーは近年ではワーストスコアである。この年は最終ホールまでに3ダリードしていたジャンバンデ・レベルデが18番ホールでトリプルボギーを叩きプレイオフ突入の末に敗れている。プレイオフは4ホールのストロークによって争われる。それでも決着がつかなければサドンデスである。以前は 翌日に18ホールのストロークプレー、すなわち、もう1ラウンドを回って行われていた。現在は、以下のコースの持ち回りで開催されている。過去の開催コースアマチュアでの出場資格は、開催初日時点でアマチュアであること。詳しくはこちらを、参照本大会においては72ホールを完了し、かつアマチュアの最上位者にシルバーメダルが授与される。アマチュアが全員予選落ち、 もしくは決勝ラウンド進出後72ホール、完了していないものはが当者なしとなる。参考その他の日本代表有資格選手当該年度5月末までの世界ランキング上位50位までの選手前年度の日本、オープンゴルフ選手権競技優勝選手前年度の日本ゴルフツアー気候賞金ランキング上位2位までの選手他のメジャー大会に比べて日本選手が出場する人数が多いのが特徴である。 全英オープンの国際映像は、イムグの子会社ヨーロピアンツアープロダクションが制作し、世界中に配信している。2016年大会は、スカイスポーツと NBC の共同で175台のカメラを駆使して放送した。地上波、編集1976年より TBS により衛星生中継を行ってきていたが、1982年にテレビ朝日に放映権が移り、 今日に至っている。以下の記載事項は、テレビ朝日に放映権が移ってからのものである。主なレギュラー解説者実況、レポーター過去の出演者定裁衛星放送、編集最近では、2002年の第131回大会が記憶に新しく、4日間、通算6アンダー、278ストロークで並んだ4人のプレイオフとなり、4ホールストロークプレイ終了時点で、 南アフリカのアーニー・エルスとフランスのトーマス・レベがタイスコアとなり、サドンデスに突入。1ホール目の18番ホールで、エルスがパーだったのに対し、レベがボギーを叩いて決着。エルスがジオオープン初優勝を飾った。ゴルフ、イコール A 名門コース、女性会員認め全 AOP 会場復帰ロイター、通信2017年7月1日閲覧、ロイヤルストリートジョージ S。 theopen.com2015 年10月20日閲覧150スオープン theopen.com2018 年2月12日閲覧シュレイバスッサスリードルゴルフブリティッシュオープンリターンズツーホイレイク415ファーストエディションイン2022ロイター h t t p s u k ロイター c o m アーティクル uk ゴルフ オープン、ゴルフブリティッシュオープンリターンズツーホイレイク、4-15ファーストエディションイン -2022 アイダクシアン1 9 f 一 w a 2 0 1 9年2月26日、閲覧、ライブフロムザ、オープンチャンピオンシップ、A ニューエラビギンズフォーザール &A。スポーツビデオグループ、2016年7月31日、閲覧、CTV テイクスアクソン S、スリブラム、 バックツーザオープンゴルフチャンピオンシップ TV テクノロジー2016年7月31日閲覧メディア研究部東山一郎放送のオーラルヒストリー放送の国際化の現場にスポーツ放送国際化の舞台裏放送研究と調査第63巻第10号 NHK 放送文化研究所2013年10月 ネイド1100億962万5388。2014年4月14日閲覧。木曜ドラマ初回が15分拡大の場合は、23時30分となる場合あり。テレビ朝日など一部地域では23時12分から直前情報を別途放送。テレビ朝日など一部地域では21時56分から直前情報を別途放送。 翌0時5分0時7分は直前情報、朝日放送に限り、編成の都合上1時30分飛び乗り、当初は2時までの予定だったが、大幅延長となった。木曜ドラマの初回拡大に伴う時間変更、前年まで23時10分 -23、15に設けられていた、世界の車窓から、が、月、日の23時10分 -23、15へ、 再縮小され、水、木、金の23時10分 -23、15は、新たなミニ番組枠として独立したため、番組内で同月9日に亡くなった、ジャニー北川をしのんで追悼コーナーを設けるため <ps>、ハット https コロンスラッシュスラッシュヘッドラインズ .yahoo.co.jp スラッシュ h l イコール2019717から0000125。 ダルエンとこの中で20日15時より、緊急会見された、宮迫博之とロンドンブーツ1号2号、田村亮の謝罪会見の模様を入れたため、サタゲーステーション及び全英オープンの番組、ツイッターのツイートより森下が、世界水泳の競泳実況担当を兼務している、関係もある。しかし、朝日放送テレビは本来テレビ朝日制作の、選挙ステーション2019、 第2部のパートで差し替え、当番組を放送していたが、22時30分頃になり、最終組の協議開始時刻になってから、ローカルの参議院選挙開票速報を優先し、23時からの全国放送時間帯でも一部の選挙区の候補者の開票速報の状況を優先していたため、視聴者からの問い合わせで苦情や抗議が殺到した。翌時分頃の CM タイムから、 ようやく同時ネットしていたため番組の終盤で一部の地域でゴルフ中継が放送できなかったことをお詫びします。と字幕テロップが表示された。放送を予定していた中継枠の代替番組は通常の番組が復活することになったが深夜2時前後以降や決勝ラウンドの23時以降の編成はまだ未発表の枠もある。なお最終日の一部と二部の放送枠は ポツンと一軒家や,や、日曜、プライム、おかしな刑事シリーズなどで埋める。また2部と3部内の中断挿入予定だった。アンニュースもなくなり、翌0時35分マイナスレデー、50のアンニューススポーツも復活する。NBC、ゴルフチャンネルエンディング ABC、ESPN ブリティッシュ、オープンレイン。スポーツビジネスジャーナル。2015年6月8日、閲覧。 ありがとうございます。